はい、この授業ではですね、多様性が集団の中にどういうふうにして維持されるのか、そしてその維持された多様性が集団全体にとって、どういうふうにして利益をもたらすのか、そういうことについて、考えてきましたが、今日はですね、その考えをさらに、一歩前に進めます。より深くですね、多様性とその集団の利益について考えてみます。どういうことかというと、少しおさらいがてら今までの流れを説明しますと、生物の集団の中に多様性が維持されるためには、安定的にですね、長期的に維持されるためには少数派が有利となるプロセスが必要です。専門的には負の頻度依存淘汰と呼ばれるんですけども、あるタイプが、複数のタイプが集団の中にあって、少数派であれば有利、繁殖にとって有利だったり生存にとって有利だったりすると、その少数派がですね、数は少ないんですが消えることなく次世代にこう数を増やすんですね。で、逆に言うと多数派のタイプがどんどん減っていくと、でまた減ったやつは増えていくので、そういったバランスをされるような、そういった状況ですと多様性が維持されます。で、その結果なんですけども、結果としてですね、直感的に説明しますと、集団の中の限りある資源、資源というのは、食べる餌だったり生息する環境だったり、あるいは、交尾相手が何匹の、交尾相手とですね繁殖できるか、そういった広い意味での資源なんですけども、それをですね、みんなが、集団中の全てのメンバーが多様性があると効率よく使うことができると、そういうことが考えられます。で、その結果として集団全体に利益がありますよと、プラスの効果がありますよというのが、前回までのお話でした。利益というのはですね、生産性といいますか、どれだけたくさんの、子供を残せるか、あるいはですね、集団全体の数、どれくらい、生存できるか、そういった指標になります。もうちょっとグラフを使って説明しますと、この上のグラフと下のグラフ、両方とも横軸は、あるタイプの集団中の割合頻度ということになります。0から1で、0.5 っていうのは五分五分、混ざっていると。で、上のパネルはですね、個体レベルの話ですね。例えばトンボ1匹がどれくらいの卵を産むのかという指標です。で、それが右肩下がりになっているっていうのはどういうことかというと、負の頻度依存淘汰の特徴なんですが、自分のタイプが増えれば増えるほど有利さが減少していくという、そういった関係を表しています。少数派が有利で多数派が不利ということです。一方、下のグラフは何を表しているかというと、1匹あたりの有利さではなくて、集団全体でどれだけの数の子どもを残せたか、それを考えてみます。あるタイプの、赤いタイプのトンボが産んだ卵の合計と、もう一方のタイプですね、青いタイプとしますが、青いタイプの子ど、トンボが産んだ卵の合計をですね、全て足し合わせたトータルの数です。そうすると上に凸の、放物線になってますね。で、この状況、単純な状況なんですけども、割合が 0.5 の時に最大値を取ると、つまり多様性があると集団全体の生産性が上がると。一方でですね、多様性がない状況、単形と呼ばれますが、どちらかのタイプしかいないような状況だと、最小値を取ると、そういった、ような状況が、これは単純な仮定で計算した結果ですけれども、そういうことが関係が明らかになります。で、実際に理論だけではなくて実証データからも、同じこの仮説の正当性が指摘されています。横軸が多様性の程度、右側に行くほどですね、これはイトトンボの研究結果ですけども、異なる色彩のタイプが五分五分に混ざっている、多様性の程度が高いと、左側に行くほどどちらかの色に偏っている、そういった集団ですね。で、この点一つ一つがある地域の集団なんですが、縦軸が個体群密度、個体数だと思ってください。多様性が高いと、数が多いと、そういった傾向が分かりました。ではですね、もし少数派が有利で多様性が維持され、その結果として集団レベルの生産性が上がると、集団の中で数がたくさん増えると、そういうことがあったら、
その先ではどうなるかというと、その集団というのは、まあ、数がどんどん増えて、数だけではなくてですね、こう分布がどんどん広がると。でそれはこう数が増えることによって、どん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 いろんなですね生息地に広がっていく。あるいはですね、まあ、数が多いっていうのはそれだけ絶滅する心配がないですね、リスクが少ないんです。そうすると、その集団っていうのがですね、まあ、いろんな環境変動とかあるかもしれませんが、長期的に集団が存続すると。数が少ないとどうしてもですね、その地域レベルで、その種がですね絶滅してしまうということがあるんですが、多様性があってその結果として数がたくさんあると、そういった絶滅リスクに対しても強いんじゃないか、その結果として広い分布が維持され続けている、まあ、そういったことが予想されます。で前回まではですね、この集団レベルの生産性とここで言ってるのは、大体ですね、まあ、次世代への影響ですね、親が子供を産んで次世代の子供がどれくらいの数いるか、そういった計算をしてきましたけども、今度はもっとですねマクロな広域的な影響を考えています。それこそある特定の地域の集団ではなくて、その州全体の分布域ですね、分布ですとか絶滅リスクの状況、そういったものを考えてみましょう。はい、でこれはですね、実験操作実験によって検証したのではなくて、比較研究をしました。どういうことかというと、多様性のある種とない種で、分布とかを比較してみました。で私が扱った研究材料が、モンキチョウの仲間です。モンキチョウはですね、日本に生息していてですね、黄色くて門があるからモンキチョウというんでしょうけども、オスは全部黄色い色をしているんですが、実はメスはですね、2つの色のタイプがあります。色彩色の多様性ということで、色彩多系と呼ばれているんですが、一つのタイプは黄色いタイプと、でもう一方のタイプは、白いタイプですね、遠目に見ればモンシロチョウみたいなんですけども、こういうふうにして、多様性が維持されています。でこれも、遺伝子によってこう生まれつきに決まっている多様性です。でその一方でですね、ミヤマモンキチョウっていうのもいて、これは日本で非常に珍しくて、いわゆる高山ですね、本州の、高い山2000メートル級のですね山にしか生息していないんですが、これはですね色彩多系がなくて、単系と呼ばれています。どういうことかというと、オスは黄色なんですけど、メスはですね白いタイプしかいないんです。オスとメスで色が違うという意味では、性的二系と、雌雄によって多系があると、そういうことも言えるんですが、ここではですね、メスに絞ってみます。メスに、色彩の多系があると多様性があると。でミヤマモンキチョウみたいに、メスにはですね一つのタイプしかないと、多様性がない単系であると、そういうことに呼びます。はい、でこのモンキチョウの仲間はですね、日本では2種類しかいないんですけども、世界でですね、60種以上います。でこれは博物館の標本なんですけども、いろんな種類がいて、いろんな色彩のタイプがあります。白と黄色だけではなくてオレンジ色の種類もあります。でオスもメスも全部オレンジ色しかない、そういった種類もあるし、メスにですね、モンキチョウ、日本にいるモンキチョウみたいに黄色いタイプと、白いタイプがいると。でオスもメスも多様性がある、そういった種類もいるんですが、それは種類によってまちまちなんですね。その種それぞれの事情で、進化が起きて多様性のあるグループ、おそらくは負の頻度依存淘汰がかかって、多様性が維持されている種類と、そうではなくて、単系ですね、特定の色しかいない、そういった種類、大体混じっています、60種類の中に。でこれはですね、で蝶々の図鑑がたくさん出ていて、モンキチョウの図鑑があるんで、その図鑑を見てみますと、種類ごとにですね、竹、羽の模様の色のタイプとかです。あとはですね、分布の情報が書いてあるんですね。だいたい種類ごとにこう地図があって、この種類はここに分布していますよ、生息していますよというのが、地図上にこう描かれています。でそれをですね、デジタルにこうやって、GIS というソフトで落としてあげます。で種類ごとにですね、
分布図を描いていきます、まあ、ポチポチポチと、こうやってですね、まあ、ラフなんですけども元の図鑑の分布図をもとにですね、デジタルな情報にこう落としていきます。でそうするとですね、まあ、あとは分布のこのそれぞれの種の分布面積とかをこう自動で計算してくれるわけですね。まあ、日本があって、まあ、モンキチョウとかのこう分布になってますけども、まあ実際はですね、まあ、蝶々なんで海の上には分布していないんで、そういった海の面積は除外して、まあ、陸地だけをですねこう計算してやると。あとはですね、まあ緯度も、それぞれの種類の分布範囲から緯度も、どこからどこまで分布しているのか、暑い暖かい地域から寒いところまで広く分布していれば、その種類がですねさまざまな気候の環境に適応できていると。一方で緯度のですねこの範囲が狭いと特定の地域にしか分布している、まあ、そういったことも分かりますし、あとは気候区ですね、あのケッペンの気候区と聞いたことがあるかもしれませんが、世界中の気候がですね、まあ、砂漠とか、まあ、乾燥している地域とか湿潤な地域とかですね、まあ、大体何十個かに区分カテゴリー分けされているんですが、それぞれの種においていくつの気候区が含まれるか、まあ、そういったこともですね自動的に計算してくれることになります。でこれはユーラシア大陸アフリカの一部ですけども、モンキチョウの仲間はですねアメリカ大陸にも分布しています。で北米もそうですし南米もそうです。でこれ見てみますと特定の地域ですねこう分布の狭い種類っていうのがまあいるわけですね。でその一方で大陸にこうまたがってですね大陸のこう広い範囲ですね分布している種類もいます。だからこの種類によって分布の広さが全然違うんですね。で南米の方は、このアンデス山脈の山のところに分布しています。あのモンキチョウは基本的に、まあ、草原に生息している蝶々なんで、まあ、あのアマゾンのジャングルとかそういった部分には分布していないんですけども、まあ、高い山のですね草原的な環境に生息しています。でこの情報をもとにですね、多形のある種類とない種類でこの分布面積を比較してみました。でこれが結果になります。で横軸がその多形ですね。でこの多形というのはですね、オスとメスで色が違うというわけでもその多形ではなくて性的二形ではなくてこの場合メスの話です。メスの中で色のタイプ、まあ、白でも黄色でもオレンジでもいいんですけどそれに多様性があるかどうかであるなしって書いてます。でこの地域ごとの違いでもないんですね。ある種類の特定の地域で黄色とで別の地域は白でそういう場合は、多形があるというふうにはしませんでした。あくまでも一つの地域ですね、まあ、厳密に言うと、まあ、亜種レベルなんですけど、亜種の中で複数の色のタイプがあるやつを多形があるというふうにしました。で縦軸がまあ分布の広さの指標なんですけど、この箱ひげ図を見てわかるように、メスの色彩にですね多形のある方の種類が分布が広いと、その傾向があるということが、まあ、統計的にも、有意な差がですね、指示されました。はい、で似たような解析をですねモンキチョウ以外にもイトトンボの仲間でも行っています。前回と同様ですね高橋優真さんとの共同研究なんですけれども、これ3つパネルがありますがこれはイトトンボのですね属ジーナスを表しています。3つのジーナスがあって、まあ、青門イトトンボはこのイシュヌアというジーナスに含まれるんですけども、まあ、それぞれの属ですねグループの中にイトトンボの種類が何十種類か含まれているんですけどもその中でイトトンボの多形があるとあるなしこのモノっていうのが単形多様性がなしこのポリっていうのがまあポリモルフィズムのことですけども多形があると、まあ、そういった種類をこうです、2つに分けて解析して、まあ、縦軸が分布の広さになりますけどこのイトトンボの、そういったデータベースがあってそれで調べたものですけども、まあ、日本に分布している種類とは限らないです。世界中の
伊藤トンボですけども、モンキチョウと同じようにですね、多様性のある種というのは分布が広い傾向があると。もちろん多様性があっても分布が狭い種類いるし、単系でも分布が広い種類いるんですけども、まあ統計的に見てですね、比較してみると一貫した傾向があると。で、蝶とかトンボだけではなくてですね、まあ脊椎動物でも分布とその色彩の体の模様のですねデータベースがあるんで、それで解析してみます。で、これは5つのグループですね。魚の仲間、両生類、爬虫類、鳥の仲間、哺乳類、5つのパネルでそれぞれ単系と多系で分布を比較しています。で、するとこれも一貫してですね、多様性のある種類の方が分布が広いと、そういったですね、まあ、全体的な傾向が観察されました。で、次にですね、まあ、分布の広さではなくてですね、絶滅リスクについて考えてみます。解析した結果を紹介します。で、絶滅リスクっていうのはですね、まあ、皆さんレッドデータブックとか聞いたことあるかと思いますが、世界的にはですね、まあ、レッドリストというのがあって、まあ、IUCN という、まあ、組織がですね、まあ、自然保護に関する、まあ、たくさんの世界中の動植物ですね、生物の、どれくらいですね絶滅の危機に瀕しているか、まあ、そういったカテゴリー分けした、まあ、基準はもちろんあるんですけど、まあ、そのデータベースがあります。で、上から絶滅危惧一類、まあ、一番やばいのはですね、まあ、すでに絶滅してしまったというのが、まあ、種類いるんでしょうけども、まあ、絶滅危惧一類というのがここの中では最も絶滅の危機に瀕している。で、次に二類で、準絶滅危惧、まあ、そしてこの青っぽい色で示したのが、まあ、リスクなしの種類です。で、イトトンボの仲間で、左の円グラフが単系の種類、そして右の円グラフが多系のある種類のデータをまとめたものです。まず多様性あり色彩多系のある種類から見てみますと、大体このリスクなしですね、ほとんど9割以上の種類が絶滅リスクはないと、まあ、いわゆる普通種というか、まあ、健全な個体群を維持している種類ばかりだったと、まあ、わずかに準絶滅危惧種などを含んでいるんですが、大概は絶滅リスクなしと。その一方で多様性のない種類というのは、まあ、そのリスクなしが半分くらいで、他にですね、絶滅危惧2類あるいは準絶滅危惧種、そして、絶滅危惧1類の種類も含んでいるということで、例えば日本に生息している種類ですと、ヒヌマイトトンボとかですね、まあ、そういった非常に珍しい種類がですね、単系なんですね。その一方で青門糸トンボとか、まあ、よくいる種類は多系があるんですけども、そういうふうにですね、まあ、分布の広さだけではなくて、絶滅リスクもですね、多様性のあるなしで結構傾向が違うなということが、まあ、これは糸トンボのデータです。で、同じような解析を脊椎動物でもしてみます。で、これちょっと色が違うんですけども、灰色がリーストコンサーンというのは絶滅の心配がない種類の割合です。で、赤が濃くなるほど絶滅リスクが高くなりますよと、まあ、赤が濃いほどですね、最も絶滅の危機に瀕しているということです。で、棒グラフのそれぞれの棒グラフの上側が単系モノ、下側が多系ポリモルフィズムの略が書いてありますけれども、見て分かるようにですね、傾向としてはどの分類群ですね、魚、両生類、爬虫類、鳥、哺乳類、どのグループでも単系の種の方が絶滅リスクがですね、まあ、高い傾向があると、そういうことが分かりました。はい、で、続きまして、海外のヨーロッパですね、スカンジナビア半島での、研究結果も、紹介したいと思います。で、これは、蛾の研究ですね。で、蛾はたくさんの種類がいるんですけども、蛾に詳しい人がですね、集団内に多様性がないのかあるのか、それをですねカテゴリー分けしました。3つのカテゴリーに分けて、多様性がないと、色彩の
多様性が集団中にないと、あるいは少しあると、多様性が低いけどまあありますよというグループ、そして色彩のですね、まあ、色のまあ濃さとか模様がですね、多様性が高い種類と、まあ、その3つのカテゴリーに分けて、で分布のですね変遷をですね、まあ、過去のデータと比べてみたという感じです。でこれでですね、分布の北限を見てみますと、まあ、非常に、高緯度地域なんで、まあ、寒い地域なんですけども、この青い線で引っ張っているのは1973年時点の、まあ、分布の北限の、まあ、平均みたいなのが書いてあります。いつかでそれがですね、まあ、2014年になると、40年後ですね、およそ。そのデータがどうなっているのかが赤線で書いてあります。で、まあ、どの種類もですね、どのカテゴリーもですね、40年経つと少し分布の北限がこう上がっているんですね、境界が上がっています。で、まあ、この理由は直接分かんないんですが、まあ、地球温暖化とかが指摘されるかもしれません、まあ、今までは寒かった地域にもいろんな昆虫が分布できるようになったということなんですが、この分布の北限の上がり幅がですね、多様性のある種類の方がよりこう早く分布がどんどん北に行っていると、まあ、そういうことが指摘されています。でグラフで書くとこうなって、横軸がですね3つのカテゴリーです。多様性なし、少しある、多様性がある、種類がのグループですね。で縦軸がですね、まあ、この40年間で、どんくらいの速さで分布がこう拡大していったか、そのデータになります。でこれ見ての通りですね、多様性が高くなるほど分布がどんどん広がっていくと、そういうことが分かります。単形ですね、多様性のないものと多様性があるもの、まあ少し差があるんですけども、多様性がすごい高いやつがやっぱ飛び抜けてどん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 分布を、広げていく、まあそういうことが分かります。ただ重要なのは、生物ってこう分布を拡大するために生きてるわけではないですね。分布拡大戦略みたいのはなくて、まああくまでもですね、まあ個体レベルで振る舞ってるだけなんです。自分が有利、繁殖とか生存で有利な、有利になるようにですね、まあ、進化っていうのがこう起こるんですけれども、で別になんかこう分布を、その種の分布を拡大しようと思って個々の蛾の個体がですねこう飛んでいくとか、そういうことはないんですね。あくまでも自分の都合でこう移動とか分散をするわけですけども、その結果として種全体の分布がこう広まっていくと。でしかも多様性のある羽の模様に多様性のある種類はその分布を拡大する速度が速かったと、まあ、そういったことを示唆するデータです。ということで今までの話をまとめますと、進化、個体レベルの進化ということを考えると、少数派が有利なメカニズム、まあ、負の頻度依存淘汰と言われますが、それがあると集団内に、多様性ですね、まあ、遺伝的な多型が安定して長期的に維持されます。でその結果としてなんですが、多様性があると、まあ、限られた資源をですね、まあ、少女場合だったら、まあ限られた餌とか、まあ、交尾相手とかですね、そういった資源をですね、集団全体として効率よく利用できると。その結果ですね、まあ、生産性と書いてありますが、まあ、これは次の世代、次世代のどれくらい子供を残せるか、あるいはその集団中にですね、どのくらいの数の個体がいるか、そういったことを表している言葉ですけれども、生産性、まあ、利益が上がるわけですね。でそういったことが繰り返されると、まあ、あくまでも長期的というか、まあ、広域的なマクロな影響なんですけれども、まあ、個体数が多ければどん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 こう分布がですね、こうじわじわ広がったり、あるいは、個体数が多いってことは絶滅のリスクが少ないということですね。絶滅の心配がなかったりですね、あるいはまあ分布の拡大のスピードですね、最後に紹介しましたが、そういうことも結果として上がっていくと、そういったことが比較研究から示唆されました、はい、でこれがまとめなんですけども、まあ注意してほしいのはまあ以前も少し指摘したんですが、たとえですね、種全体、集団全体
にとって多様性の利益があったとしてもですね、まあ、生物の進化を考えると、生物の個々の個体はですね、まあ、厳密には遺伝子レベルなんですけど、個々の個体は利己的に振る舞っているんで、種の分布を広げようとか多様性を維持しようとか、多様性の利益があるから自分はこういうふうに進化しようとか、そういった目的で生物の形質が進化することはないです。ないんですけれども、個々の個体が利己的に振る舞っていると、自分の遺伝子を次世代に伝えるために、繁殖にとって有利、生存にとって有利な形質が進化するわけですが、その結果として、まあ、集団中に多様性が維持されていたり、その多様性が何か利益をもたらすと、ここに書いてありますけど、副産物ですね、まあ、適応進化の副産物として集団全体が繁栄して分布が広まることもあるということです。でこれはあの生物学というか進化学を勉強している人でも、専門にしている人でも、勘違いしやすいことですね。種に利益があるんだから、そういう形質が、進化、するんではないか、多様性が利益あるんだったらどの種も、どの種だって多様性を維持した方がいいんじゃないかみたいな、まあ、それは誤解なんですけども、あるんですけど、あくまでも多様性維持されるかされないかというのは、個々の個体レベルの進化の結果ということですね。でそこを、きちんとですね、自然淘汰とのロジックと多様性の効果の関係について理解してほしいと思います。以上です。